おだうらく好み。壁には、レンゴ窓と、下地窓を開ける。左の土間びさしの下、右手に、にじり口があるが、写真では見えない。天然図画亭の手前座。客座との間には中柱を立てる。客座と手前座の間を結界で仕切るのは珍しい。六音寺床亭。金森総和好み。三条の開放的な茶室。 剣六園の茶室、夕顔亭寺行院高林庵片桐石州好み。二条台目。天然座の奥に床を設ける。亭主床という珍しい形式。高等院松向剣。細川三歳際好み。天然座から客座を望む。天井は平天井と駆け込み天井を組み合わせる。大胆な光の演出が施された。 高台寺カオルワン二じり口茶室の内部、消火道の路地。奥に見えるのが、腰掛け待合。茶室は、日本式の茶道において、茶事の主催者が客を招き、茶を出してもてなすために作られる施設である。茶席、囲いあるいは、スキ家と呼ぶこともある。大別して、草案風のものと、書院風のものがあるが、一般的には、 草案風のものを指す場合が多い。独立した建物として作られる場合と、書院などの建物内に作り込まれる場合がある。いずれの場合も、路地と称する庭園を伴うのが一般的であったが、現代では、ホテルや公会堂、商業ビルの一角などに作られることもある。前週の、法上から出た四畳半を標準として、それより狭いものを、駒の茶室。 広いものを広間の茶室という。室町末期から桃山期にかけて発展、完成したが、日本の建築の中でも特殊な位置を占める。日本における喫茶の風習は、記録上では平安時代に遡る。鎌倉時代には、全州寺院を中心に喫茶の風が広まり、室町時代には会所において茶が振る舞われていた。この時代の会所とは、 レンガの会などの寄り合いが行われた建物を指す。室町殿の南向い会所では、主座敷の裏手に、茶の湯所という部屋があり、ここで茶を立て、座敷に運んでいた。絵巻物、簿記言葉巻号には、当時の会所の様子が描写されている。画中の座敷には、和歌の集まりと、おぼしき会合に集まって、くつろぎ談笑する相続の人々がおり、 隣の部屋では、棚に、多くの茶碗や茶道具が置かれ、座敷へ茶を運ぶ僧たちの姿が見える。当時は、このように、遊興の場において茶が振る舞われていた。こうした座敷が、床、棚、不書院などを伴った書院作りとして定式化して、行くとともに、書院の茶と呼ばれる茶の文化が広まっていった。こうした、書院の茶においては、 茶道具や飾り物として動物が使われ、中国文化と禅宗の影響が大きかった。これが、15世紀後半から16世紀にかけて、市中の三居を施行する草案の茶へと移行していく。草案の茶は、15世紀の人物で、一級草順に参戦した村田樹高から、堺の町州である竹の城を経て、その弟子の千里宮に至って大成された。 茶室の語の書室は、南浦文集であり、南浦文これの没年である1620年以前に、この語が存在したことがわかる。ただし、茶室の語の使用が一般化するのは、金星末期以降であり、それ以前には、すきや、すきや、小座式、茶の湯座式などと呼ばれていた。広間の一部を屏風などで囲って仕切ったことに、由来するという、囲いという故障もある。 草案の茶室の起源については、室町中期に行われていた、林間茶の湯や、茶接待における、茶屋にその資源を求めることができる。庶民的な林間の茶を背景に広まった茶屋は、例えば、くげのまでの工事邸では、黒木造り、石山本願寺では、築帝と呼ばれるものであったように、建築的には、自由な表現が試みられたようであり、 その用法も気軽な思いつきが許されたように伺える。文明18年、足利義政の東山殿に建てられた、自物堂の一宮に設けられた、同人祭は、義政の私的な場所としての書院であるが、一方で最古の茶室とする見方もある。同人祭は四畳半の室で、北側に棚と、不書院を設けるが、床は設けていない。部材牧書に、 ゴイルリの間とあることから、かつてはこの部屋に炉が切られ、後世の茶室に近い厚生であったことは伺える。そこには、別室の茶立書で転茶し、座敷に運び込む形式から、室内に炉を切り、亭主がそこで茶を盾客に振る舞う形式に推移する、過程が見て取れ、これが次第に茶事専用の独立した施設としての、茶室になっていったとも考えられる。 15世紀の人物である村田樹高は一般にわび茶の祖とされているが、その生涯や自責については不明の部分が多く、樹高の作った茶室も現存していない。利休の皇帝である山上宗治が表した三条州二期には、樹高は四条半、隣接は六条時なりとある。東大寺四聖坊スキアズという小図には、寿高高寺増院囲いの写し、 すなわち樹子が好んだ茶室の写しという四畳半の存在が記録されている。それによれば、この四畳半には一軒の床、日の木の角柱、襖二枚、障子三枚があり、天井は高さ七尺一寸の鏡天井、壁は蝶付けすなわち白い鳥の子紙を貼った、書院風のものであったと推定される。ただし外観は、 不気法行作りの昭安であったとするから三居の佇まいを見せていたと想像できる。受講の次の宗主は四条半時期六条式の茶屋で茶の湯を行ったが、その茶屋をわしを高安は三居の体、最も勘あり、誠に支中の因というべしと激称している。連賀市総長の総長日記によると、 大06年の時点では四畳半や六畳の座敷で、社事が行われていたことがわかる。三条集二期には、竹の女王の四畳半が、平面図入りで紹介されているが、その図の中期によれば、北向きで、檜の柱で、壁は、白の蝶付け壁、天井は、のね板で、一軒床を設けていた。床が町は、栗の木、掛き合わせに黒く十単形、塗るとあった。 障子を建てたかと考えられる茶室の正面には、面の壺の内と、巣のコ園があり、西側の路地から、幅2尺ほどの片引きの建具を開けて、巣のコ園の端に上がり、席入りする形であったことがわかる。この建具は、女王の茶室を手本としたという松屋草界の四畳半の、図から、板戸で、かつ極めて背の低いものだったと推測され、ここに、 にじり口の発生を見ることができる。この、上王の四畳半は、北向きで、窓がなく、光は、北の縦具側からしか入らなかった。また、入り口の鴨居が通常よりも少し低く設置されており、円に上がる戸口が低かったことと合わせ、茶室の入り口が、属性間を離れ、非日常的空間への入り口であることを、象徴している。茶室は、古来、 四畳半を基準として、それより狭いものを、駒の茶室、広いものを、広間の茶室と称する。駒の茶室には三畳に、台目の手前座を配した三畳台目、二畳半台目などがあり、利休の作とされる、明期案大案は二畳という強小な空間である。利休は、樹楽の屋敷に、一畳半の茶室を設けたことも、記録されている。こうした、 強小な空間は、利休の思考した、人た心の幸、すなわち、亭主と客とが直に心を通い合わせる空間を目指したものであった。体をかがめなければ入室できない、にじり口、丸太を用いた柱、土壁、壁の一部を塗り残して、壁下地の狛まいを見せた、下地窓などが、草案風の茶室の代表的な要素である。ただし、 利休が作ったという確証のある茶室は現存せず、前述の妙気案大案が利休作と推定されるのみである。したがって利休がどのような過程でこうした草案風の茶室を作り上げていったかは明らかでない。だが、それらの要素の中に当時の民家の影響を認めることは可能である。残された指図から、 利休の茶室を見ると、大阪屋敷にあった長三条台目の茶室は、脇の長塚、前から、くくり木戸を通って、直接席入りする形になっており、女王の四畳半にあった縁が失われて土間びさしに変わっている。縁が解体し、入り口がくぐりに変わり、土間びさしという屋内と屋外をつなぐ。 中間領域が形成され、路地の飛び石がその中に深く侵入して、にじり口で畳と庭が直結される。こうして、路地と茶室が一体化した茶の湯の場が成立することになる。この、蝶図構えと、潜り木戸はそれぞれ、尊居とにじり口の初原的なものと思われる。利休は、茶道具も、動物と共にあえ物を重視し、 学長次郎に詫びた茶碗を作らせたり、水から竹を切って、花入れや茶杓を作るなど、詫びの美学を追求した。草安風茶室は、当時の民家に使われていた素朴な材料を使って作られた。縁側からの最高を土壁で遮り、そこに必要に応じて、窓を開けることにより光による自在な演出が可能となった。 壁により室を閉じたことにより、強い光線を嫌って、北向きに構える。それまでの茶室に対し南向きに構えることも珍しく、なくなる。一見幅を基本としていた床の間も部屋の公共、構成に応じて4尺、5尺とバリエーションを増し、そのデザインも、室床、ほら床、壁床、踏み込み床など、多様な展開を見せる。 室内には中柱を立て停止座と客座の視覚的な結界とした。天井口も室面積に応じて低くなり、それに高応するように天井のデザインも多様化する。こうして狭い空間の中に客と停止が相対する濃密な空間が生まれた。駒を追求する中で大目畳も生み出され、より緊密な空間を生むことが可能になり、後には、 客畳と低種畳の間に宿中板も発明されて平面のバリエーションはさらに増すこととなった茶室を独自の様式として完成させたのが千里宮である里宮はワび茶の精神を突き詰めそれまでは名物を一つも持たぬワび茶人の間でしか行われなかった二条三条の駒を取り入れ最高のための唯一の開口部であった縁の引き違い障子を排して 壁とし、そこに、下地窓、レンゴ窓やにじり口を開けた二条の茶室を作った。壁も、蝶付けなどを施さない土壁、それも仕上げ塗りをしない荒壁で時には藁を見せることさえ意図はなかった。室面積の強小化に合わせて、天井高も頭が使えるほど、低くしそのデザインも工程に変化を持たせ、材も過ぎ板、網白、化粧屋根裏にするなど工夫を凝らした。 茶室大安は千里宮の作とも言われるが、わび茶の境地をよく示している。にじり口は、千里宮が、河内平方の淀川河半で漁夫が、船小屋に入る様子を見て、ヒントを得たという伝説がある。しかし、にじり口の原型と見られる入り口は、竹の女王の時代の小図にも見られ、また、昇華の王道に開けられた潜りや農部隊における、霧戸など、同類の試みは、 多種見られることから、利休の発明とは言えない。むしろ利休の功としては、にじり口、土壁、下地窓、建材としての竹など、それまで、相族の建築物の間に行われていた様々な要素を躊躇なく取り入れた点にある。利休は一方で、秀吉の依頼で黄金の茶室を作っている。これは解体して持ち運びできるように作られていた。黄金の茶室は、 秀吉の俗悪趣味として批判されることが多いが、草案の法に従って三条の駒であり、それなりに洗練されたものも持っている。黄金の茶室も、利休の茶の一面を示しているという見方もある。古田織部、小堀縁集らも茶室を作っている。茶室は小さな空間であるが、様々なパターンがあり、多様な展開を見せている。利休の孫宗丹は、 究極の詫びを追求して、利休が試みて、すぐ敗した一条大目という極小の茶室を生み出した。これに対して、古田織部、小堀遠州、小田浦区、金森総原大名茶人は、武家の格式を持つ、書院風茶室や駒といえど三条前後のゆとりのある茶室を生み出した。先家歴代もそれぞれに、新たな茶室を好んでいるが、その試みは、 必ずしも総丹が目指した詫びに徹したものとはなっていない。茶室は小規模でもあり、解体して他の場所で再建することも比較的容易である。現にジョアンは京都の県仁寺から東京の三井や大磯の三井や別荘、犬山の名鉄楽園とたびたび移築されている。また、写しと称して、 名石と評される茶室を模して建てられることもしばしばある。伝統的な茶室は、路地と称する庭園の中に建てられている。路地は、俗人を離れた、非日常的空間である茶室に至るまでの空間を演出する。客はいきなり茶室に通されることはなく、まずは寄付と呼ばれる部屋で茶事に、不要な荷物を風呂敷にしまい、旅を履き替えるなど、身支度を整える。 続いて、待ち合いと呼ばれる部屋へ通され、招待客全員が揃うのを待つ。全員が揃うと、路地通りに履き替えて、路地に下り、腰掛け待ち合いという屋根付きのベンチに腰掛け、停主の迎え付けを待つ。迎え出た停主の合図に従い客は茶室へと向かう。外路地と内路地が分かれている場合は、その境に注文があり、これをくぐって内路地へ入る。 茶室までの通り道は、飛び石を廃し天主の心遣いにより、打ち水が打たれている。茶室の前に尊虚があり、ここで長寿を使い、手と口を清める。駒の茶室には、にじり口という、小さな入り口から、頭をかがめて、体を入れる。茶室に入ってまず目に入るのが床の間で、式に合わせた掛け軸が掛けられている。通常床前が上座であり正客席となる。 夏には、風呂が置かれ、冬には、炉が切られ、そこが、亭主の座る、手前座である。駒の茶室では、手前座のための明かり取りとして風呂先に、下地窓が開けられていることが多い。客が着座すると亭主が、茶道口から入ってきて、挨拶をし、茶事が始まる。天井は低く、窓からの光も必要最小限に絞られて、主客ともに茶事に集中する。 解析をいただいた後一旦路地に退出するが、また茶室に戻り、まず濃い茶を一度回し飲み、ついで薄茶を味わった後、客はこの一期一会の場から、静かに退出する。にじり口には頭を下げなければ入れないので、寄人を迎える場合のため、にじり口とは別に、寄人口を設けることも多い。休時のために茶道口とは別に休時口を設けることも、ある。 木次郎寺も参照のこと。わび茶を信奉する16世紀の茶人が民家を芸術の原型として関心を持ち、その中に錆びたびを見つけて芸術という高さにまでに昇華させ茶室建築とすき家建築を生み出すに至った。最小の空間の中に豊かな広がりが与えられており、一方で茶事に関わる細やかな約束事もあって、 濃密な日本建築の特色あるジャンルになっている。茶室という特化した空間を生み出すために、従来の書院作りの格式や決まり事から、解放されて、自由な発想で様々な建材を使い、アイデア豊かな建築を生み出せるようになった。住宅建築に影響を与え、いわゆるスキヤ作りを生んだ。下記のうち、国宝に指定されている大安ジョアン、アンの三棟が、 特に著名である。ありがとうございます。